の冨安、ついに世界で丸番目のサイドバックに。トランスファーマルクトは19日、世界で最も価値の高いプレミアリーグでプレイする選手の市場価値を更新した。プレミアリーグでプレイする日本代表ディフェンダー冨安健洋の市場価値が3000万ユーロ日本円で約47億円まで高騰した。今回の市場価値更新で冨安は、マンチェスターユナイテッドのアーロン・ワン・ビサカやマンチェスターシティのカイル・ウォーカーを抑え、世界のサイドバックで15番目にランクインした。さすが世界の冨安、怪我も回復してきてるみたいだしね。プレミアでやれてるだけですごい。トップ10もありえる。右も真ん中も左もできるからエグい。2つ出せればもっと上がる。日本史上最高のディフェンダーだよ。これからもっと高くなるぞ。頼むからアジアカップまでに復帰してくれ。こちらは面白フットボール放送室です。これからもサッカーの面白ネタを更新していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。